ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。ブルースタジアムホームグラウンド、千葉ロッテマリーンズを迎えての戦いです。先発は長谷川。いきなり打たれた。くそー、初球打たれるね、いつも。あ、平野、この人元阪神か。ゲッツー、ナイス。ちょっとセンター返しされてやばかったけどね。コントローラーが当たっちゃった。堀よしか、スライダー効くね。いいね、ストレート。よし、三者凡退。今日はいいかもよ。さあ、イチローさんね、本当は日本一打つはずなのに、私のバッティングが下手なんでちょっと調子を落としちゃったね。きっと打ちたい、一本打ちたい。おお、足速。盗塁いこうか。初球からいった。ここは送りたいね。あー、浮かした、浮かしてもうたー。相変わらずバント下手くそ。バント難しいよね。一発狙ってる。バント失敗か。終わってから練習かな、これ。おらい。5番指名打者初芝。おく。おらい。よし。6番セカンド南口。あ、やられた。これはやられた。7番ファースト五十嵐。カーブ打たれた。フォーク。おら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 。よしよしよし、順調。4番指名です。ニールホームラン5本。ニール、詰まったな。5番レフト小宮山さんだもんね。引っ張ったバッティング、あー引っ張り損ね。6番キャッチャー中島。センター返し、ダメだ、全部内野安打になっちゃう。どんまいどんまい。ちょっと西武の途中経過も見ときたいね。西武と首位攻防ですから。あー、セーフか。取るので精一杯か。調子がいいんだね。ナイス、ピッチャーよく取った。フィールディングいいね、素晴らしい。1番センター開い、よし、外角外角、あー入りすぎた。おらおら、元西。さあ、打撃陣1点取ってくれ。下位打線3者今、
一郎以外打ってないよまだ。うわ球種が多いな小宮山さん。よしちょっと一歩下がったんでね、ちょうどボールを捉えられたね。シュートもあるからな、絞りづらいんだよね。シュートかからへん、かかってないやん。あー逆か、よしなんとかバントの練習。あーバッターだ、バントできないか、ちょっと一郎につなごうと思ったんだけどね。ピッチャーピッチャー、よしバントが鬼門ですねこれ。3番ショースト堀、うん、おお今日のピッチャーいいね、長谷川フィールディングが、はいはいどうも田口そう、よし1番持ったから一郎しか塁に出てない。1番センター一郎、これ悩んだ悩んだ、よし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 、さすが一郎。一球見るか、あー見なくてよかった、走って、よしもうバントやめよう。ナイスランナイスラン、あ中継された、危ねえ中継せっかくしてるのに今 ランナー危なかったね。コンピューターだからホームに投げるだろうというね3番ファースト DJ、 さあ引っ張るバッティング、あなんか打ちづらいボール、あー一応引っ張ったんだけどな、タッチアップ、あ無理だ捕まった、4番指名打者ホームラン、ホームランにいる、野球の行方にはくれぐれもご注意ください。宮山さん球種絞りにくいから、あーダメか、あエラー、5番レフト田口もパワーヒッティングしようかな、引っ張ろうか、おい田口当たり、当たり割る、ゲッツ、うわー最悪だ田口そう最悪だ、いやー一郎しか頑張ってないよ、福田と初芝さんは怖いバッターだよ。よしもう一球いこうか、スライダー、よーし定まってないね6番セカンド、右バッターにはいいかもね、このスライダーとカーブ、カーブカーブスライダーカーブ、当てられた、いや当てなんとか当てたって感じだからね、ストレート外角、よしよしよし全然合ってないじゃんおお、一球外すのはちゃんと来るんだね、フォーク、よーしやったー、狙い通り2つ目の三振、やっぱ最初三振取れた、あ西武が 2-0 で勝ってる、嫌だね、
チャーエラー、あーダメか。最近センター返しができてないな。センター返しでヒット打ちたい。富山さん防御率0点台だもんね。あーまたボール球、じっくり見ていった方がいいんじゃないか。下位打線はね打てる気がしないもんね。2ストライクまでじっくり見ましょう。チェンジアップフォーク、チェンジアップフォークカーブスライダーってあるのか、すごいなあ。あシュートか、うんしょうがない球種が多いなあ。おいおいおい、エラーは勘弁よ。おお、そうそうそう、何してんの。あ1番に回るの、ここでノーアウトでピッチャー交代。あ中継ぎ陣がねいまいちなんだよね。野村めちゃめちゃ打たれてるしね、 13.5。 野村なぜかというとピンチにね先発してるからかな。小林、先発の小林をちょっと投入しましょうか。ピッチャー小林、あダメだ疲れてるんだ。またスタミナ間違ってるね。サードよし、オッケーオッケー、エラースタミナ見間違ったね。あスタミナじゃなくてあれか、スタミナはあるけど調子が悪いっていうことか。じゃあいいやじゃあいいや。セーフか。よしよし合ってない。めっちゃ疲れた感じやけど、よし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 、守ったねノーアウトだったでしょ。ノーアウト1、2塁ね。よしよしよし、元西、元西じっくり見ていけ。もう追い込まれたぞ。一郎今日2安打。一郎いやーきつい。ナイスバッティング、一郎らしいバッティング。さあ盗塁いこうか。盗塁いきますよコンピューターストレート、これはやばい、あぶねー。右方向に打とうか。あらー打ちづらいわ。うわー追い込まれた、最悪だ。右方向、うそースライダー、うまいピッチングするなー。どうだこれ、どうだどうだどうだ、届かないか。今日のイチローはでもいいねうん、番ダーボ、もちろんピッチャー交代で、調子悪いやつしか、野村と平井で
9回までいけるかな。頑張ろうか。野村調子いいからカーブあんまりいい球ないんだよねこいつ13.5 だもんね防御率ひどいよね。あんまり決め球というか CCC だからね。スクリューとカーブこれだもんな。打たれるよね。あー一郎何してんの6番セカンド南口。南口7番ファーストなんとか打たして取るタイプなんだよねノーラ。あーこれはダメだ。8番レフト林。絶対ピンチになるよね野村なんかそんな気がするわ。よしよしよし危ねえ。ちょっとバウンドを待ってしまったんでね。4番指名打者ニール。あーニールそろそろ出る頃じゃないの。いやーこの小宮山さんにリスペクトしすぎでしょこれ。打ちづらいわ小宮山さん。6番キャッチャー中島。決め球が絞れないんだよね球種が多すぎて。そのボールが来るとは限らないしね。なんとかヒットだね。あーうっそ堀さんやるなあれ取ら…うわセーブ9対0ってひどいね。王者の攻撃力だね。うちも取られたもんね5点。5対1で負けましたもんね前回。打倒セーブですねこれは。ライト平野チェンジアップスクリューストレートど真ん中打たれる守備がカバーよし最小得点か。ちょっと9回大丈夫かな。回打線これちょっと守備重視で代打出すのやめましょう。守備力重視でねこのメンバーでなんとか追加点。ナイスヒッティング単発は出るんだけどね。これまたバントのシーンですよねバントなぁなんでうまくいかないんだろう。あこうか来た来た来たいいバントだからバッティングするタイミングで LR 押すのかな。初めていいバントしたな。これバントなんだよねまたね。ちょっとバントこうだよね。あ当たらない。あいい バッティング送り。あー送れない。最低だねこれ。やっぱバントしたかったな今。一郎につなぎました。小宮山さん疲れております。来たセンター返し一郎今日は一郎の日ですね。ショートに取られましたけど完全に間に合わず。いや小宮今監督のミスでしょこれ。小宮山さん変えたらよかったのにね。これ貴重な追加点。そして一郎走る。おお悪送球センター何してんのあれ。やったー相手のミスで追加点。いや今の大きいね。勝ったな。
ミスが続きましたね。監督のミスといいね。え、セーブもうコールドやどうしよう、野村ルイに出たら交代しようか。よーし、これいいよ、1点取られてもいいから。4番がめっちゃ打率悪いやん。これのせいでロッテ勝ててないんじゃない？ふう、野村の伝説がここから始まる。バック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 、よーし、やりました。試合終了。いやー、なんか粘りで勝利できたね。ロッテの4番がちょっと不審みたいでね攻撃力の差が出たな。いや、攻撃力イチローのおかげですね、今回は。やりました。今回はね、イチローを褒めてあげたいね。ちょっと不審だったんですけど、まあ私のバッティングがまともになったんで、通算打率も3割に戻りましたね。イチロー4打数4安打の4盗塁という、全てイチローから始まったって感じですね。 DJ ニールはまあね、頑張ってくれたから、前回までね、お休みということで一郎一人で勝ちました。デビルカー御用、こんなことがさっぱりですね妖怪道53次地獄温泉旅、なるほどね。ということで、今回も勝利できましたので、ただね、西武がめちゃくちゃ勝ってましたね。11対1とかで、次回西武ライオンズとの第2戦首位攻防、よかったらお見逃しなく。それではさよなら。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。